なんせ江戸時代からタイムスリップ。アリスことオイランド上月桜でアリス、密かに大人気企画、主様たちの文に答えていこう。第4幕目でアリス、それでは店にご案内いたしんす。チャンネル登録お頼み申しんすえ。どんな下着を履いていたの？下着はつけていんせん。これは江戸吉原ではなく江戸の女子みんなそうなんだけど、着物の下に下着をつけるという風習がなかったからでありす。下着とは少し違うかもしれないけど、湯文字という布は花魁道中の時に身につけていしたね。神月様にお会いしたいです。オフ会しないんですか？9月22日の単独宴に来ておくんだまし。他にもあちきに会える宴があるから、各 SNS を要確認。オイランにも夏の着物はありましたか？アリス、5月5日に四季せびといって、この日を境に冬の着物の合わせから夏用の一重に変わりす。合わせというのは裏地のある着物で、一重は裏地のない着物でありす。女性の客を接待することはあったの？ありんせん。江戸吉原で接客をするのは殿方だけで、姫方を接客することはありんせん。観光目的で訪れる方はいっぱいいんす。勤務時間はどうなっていたのでしょう？昼営業は昼9つから7つ時、夜営業は夜6つ時から引け4つ。といっても昼営業ではあまりお客様が来ることはなく、遊女も暇を持て余していんす。あちきみたいな高級遊女は昼営業はしなくて大丈夫でありした。オイランのさくらさんのことを兄弟や親戚はどのように思っているのですか？後ろめたさはあるみたい。あちきを売ってしまって後ろめたさはあるとは思いんす。というのもあちき自身売られてから親とは音信不通だからわからないんだよね。現世の仮の親族たちはあちきが現世で活躍することをかなり喜んでおりす。吉原を遊郭の町として最初に作ったのは誰ですか？庄司陣内。一人で吉原を開設したかというとそうではなくて、当時江戸の町で遊女屋を経営していた何人かの方で一念発起をして町奉行所に願い伝した。その代表が庄司陣内様でありす。吉原開設までには何度か断られ続けんしたが、元和3年に皇居の遊郭として江戸吉原が誕生しんした。そろそろ引けの時間になってしまいんした。少しでも主様たちの悩み解決に慣れていたら幸いでありす。この YouTube では江戸吉原の花魁の神月桜が江戸吉原のことを解説していんす。次回もご登録お待ちしておりんす。おさらばへ。本日もご登録ありがとうございました。またのお越しをお待ちしていんすえ。